い、というわけでですね、今日は令和5年のね、3月5日、15時28分はまあ、ところでございます。まもなく3時半ですね。おやつの時間です。はあ、朝一じゃなかったんだけど、2日休みで、今日夜勤で、休み明けの朝やから、ね、これはちょっとまた昼ぐらいまで起きといて、昼から寝ようかな思って、ちょっとジャグラー行ってきました。最初11ゲームでレギュラー引いて、絶好調やったけど、レギュラーレギュラーって来て絶好調やったけど、次の3ペカ目までに飲まれて2000円足して3000円でビッグ引いて、そっからずーっともう、のらりくらり、のらりくらり、やってたら最後ね、ドーンと、500ぐらいハマってね、1万3000円。そっからね、まあ3連して、ね、で、単発ビッグ引いて、一瞬だけプラマイゼロかチェイプラぐらいまで行ったけど、最後ね、180ゲームも回して、ペガラズも帰ってきました。今日夜勤なんでね。ということでね、今日はね、総投資が1万3000円、回収が8500円よりね、まあ5時間ぐらい遊んでね、4500円の負けっていうことで。まあこの日もあるけどね、まあそんなボロ負けしないね。ジャグラー簡単だから。ジャグラー簡単。はあ、ということでね、夜勤なので出ます。ありがとうございました。ジャグラー簡単やわ。夜勤よりジャグラー簡単やな。